はい、今回は誰も教えてくれない安倍元総理の件と岸田の発言等の件の裏にある目的、こちらを考えてお伝えしていきます。まあ、僕の憶測なんですが多分合ってると思うん で、まあこういう話っていうのはですね、まあリスナー様いつも聞いていただいてるんで、まあお役に立てればと思って、まあ精一杯お伝えしますが、まあ真剣に考えてもね、こういうことを全く、まあなんていうのかな、思わない人っていうのは全く思わないんですよ。だからまあ役に立てればと思う精一杯でね。で、今回の話っていうのはまあ英語で出ていたニュースの内容もあるんで、まあ、そこら辺からちょっとですね、まあ、翻訳してちょっとどうか分かんないかなと思うところもあるんですけど、まあそんな感じでちょっと内容むずいんですけど、お伝えしていこうと思います。まず、安倍の件と岸田のなんか発言等の件、あとですね、広島 G7、サミットの前あたりに広島とか、あと確かその後にもなんかあったんですよ。駅構内になんか不審物が置いたとか、そういった件を一連して総称して目的があったっていうことですね。そちらを考えていきます。まず、安倍晋三の件は何回かお伝えさせていただいてますが、山上が犯人ではない可能性が非常に高い。99% 山上が犯人ではない。で、まあ、ただ、安倍が、まあ、丸されたわけですよ。で、山上やったということになっている。しかし、山上が犯人ではない可能性が高い。で、岸田もですね、何か、発言筒を投げ込まれて、大変だったとかっていう話ですが、これっていうのも非常に、茶番劇を繰り広げていた可能性が高いわけですね。で、これ何を言ってんのかっていうと、こういう安倍の件があったこととか、岸田の発言筒を投げ込まれた、こういった件があったっていう、こういうことが実際にあったということを、なんていうのかな、口実にすることが大切なんですよ。っていうか、そのために、この安倍の件とか、岸田の件をやったんじゃないかと思います。別に山上でもなければ、その発言筒を投げたなんか24歳のなんか男でもないと思います。何を言ってんのかっていうと、安倍とか岸田がこういう目に遭うってことはまずい、これは政府の要人とか内閣がこう狙われるっていうことを国民に、まあ、なんて知らしめることになるわけですよ。だから国民に政府の要人が狙われるっていうことを言う口実がまずできたわけですね。口実ですから、これっていうのは。で、まあ、何かっていうと、まあ、目的があると考えられるんですよ。で、広島 G7 の時もそうですが、なんか駅構内に不審物が置かれたとかあるじゃないですか。ああいった不審物を置くのもなんか闇バイトとかっていうのか知りませんけど、それをだから裏で組織しているものってのは全部同じなんですよ。このね、安倍の件の山上の背後にいたものもそうだし、岸田の発言筒を投げさせたやつの背後にいたのもそうだし、この駅構内の不審物を置いて闇バイトを募集して実行犯をやらしたやつもそうだし、すべて後ろには同じ組織がいると思います。日本の宗主国の、まあ、関連、C0A の関与が疑われると思います。で、この C0A は何を狙っていたのかっていうことなんですが、狙いが分かったんですね。だからおそらくこの狙いに向かって、この筋に向かって沿ったことをしていたんですよ。で、じゃあ何だろうかっていうことなんですね。で、それがですね、英語のニュースに、まあ、なっていたんで、それをですね、日本語に翻訳、したものが ありまして、そちらを考えていきます。かなりこれは本当にやばい、そしてほとんどこういったことにまず気がつかない人が多いですが、別にまずこういったニュースがあるんで、でたらめではないんですよ。何かっていうとこういうことですね。日本の警察は安倍晋三の件の、記念日を追悼する中で、著名人を保護するために AI ベースの技術を搭載して監視カメラのテストを開始すると日経新聞が報じたと。日経新聞が報じているんで別に嘘ではないでしょうね。それこそこういった話をね、まるまる論だとかっていう人もいますが、別に日経新聞が報じているんで別にまるまる論ではないでしょ。で、何かっていうと、不要なアクティビティの検出につながり、既存のセキュリティを補完する可能性があると。まあ、こんなことを言ってるわけですよ。で、ここなんですね。警視庁は2024年3月までに実験開始を目指していると。で、ここです。AI を搭載したカメラは人の動きを分析する行動検知、
人物を認識する顔認証などの機能が搭載していると。だつまり AI を使って、何かおかしいやつが いるんじゃないかということを日本国内で調べていこうと、そういうことを言ってるわけですよ。で、何も事件が起こなかったらなんでこんなことをやるんだっていう話になりますが、そこで先ほどの口実が生きてくるんですね。安倍が狙われたじゃないか、岸田が狙われたじゃないか、駅に不審なものがあるじゃないか、こういうものが必要ですよねっていう、そういう流れに持っていくんですよ。その流れのためだと僕は思ってます。でさらに、その不審者のパターンを観察することで、周囲を見回す、異常な動きを検知できるって、AI かな。で、この人が多くいるところだったら人間の目では難しい、ものもあるが、この AI のシステムで、治安が安全に、できるようになると。だから言うなれば監視社会へ、より一層向かっていくっていうことだと思います。で、いろんな不審物とか、特定エリアへの侵入の機能も、すると。警視庁は、今後、こういったものを調べて、慎重に、活用していくっていうことを言ってるわけですね。で、今度ですね、AI を搭載したカメラは大量の情報を収集するため、その機能とプライバシー保護のバランスを取ることが課題となっています。こういうふうに言ってるけど、多分何かで、押し通していくでしょうね。顔認証もそうだということで。で、今度欧州はこの AI 規制の顔認証の、顔認識の、使用を制限したっていうことなんで、だからやっぱり問題はあるんですよ。ただこれをやっていく可能性が あるでしょうね。そのための布石が安倍の件であり岸田の件だった可能性があると。で、ここがおかしいんですよ。ここがこの事件を全く おかしいなと思うんですが、この警察が AI システムをテストする理由っていうのは、単独犯による、こういった件が増えている、事前に発見することが困難になっている。単独犯じゃないじゃないですか。安倍の件というのは組織的にやりましたよね。山上がやったと見せてるようじゃないですか。だけの話でしょ。岸田の発言等もだって、もう調べた人が、僕以外も言いますけど、茶番だった可能性が組織的じゃないですか。で、そういうことなんですが、単独犯と言ってるわけですね。で、安倍の件に加えて、岸田のその発言等の件があった。これはまずいな、これはまずいんだっていう、そういった世論を誘導してるんですよ。このためにやったと思います。で、警察におけるAI の活用が増加する。で、これって、後ですごく問題があるんですよ。別に何も問題がなかったらこんなことを取り上げないんですが、そもそもね、警察がって言っても、警察の上がもうね、力を加えてしまってるんで、安倍の事件だって単独犯じゃないでしょ。山上がやったと思ってる人は多分、ここの中には少ないと思うんですよ。で、岸田の発言等の事件もね、やらせだったと思うわけですよ。なのに、この単独犯がいるから、この監視カメラシステムを入れようかっていうことを言ってるわけですね。で、なんかちょっとね、よくわからないですが、カーネギー国際平和基金が、なんとかかんとかって、もうなんかこういうのもなんかよくわかりませんけど、カーネギー国際平和基金っていう名前からしてね、うさんくさいなと思いますが、で、AI カメラは、ヨーロッパ、アメリカ、アジアで広く使われて、日本企業で、検査してるみたいなことを言ってるわけですよ。で、テロ対策の専門家も、警戒のための手段が増えるから、警察官をより、効果的に配置するってこと、だから、警察官の数も減らして AI 化していこうとか、そういったようなことも考えられるし、フランスは2024年の、オリンピックで、この AI カメラの設置を、認めるとかって言ってるわけですよ。で、またここにもありましたね。ちょっと内容がすいません、外国語だったのでよくわからないところがあるんですが、広島 G7 のサミットで、JR 西日本として、知られる西日本旅客鉄道が不審な行為を検知した場合に、警備員に通報するシステムを導入してるんですね。いろんな問題があるということで、こういったものを入れてると、ここまではよくはないけど、よくはないって別にもうこうしてるからね、こういうふうに向かうって思ってるから仕方がないんですが、
先ほどの、ね、安倍の件、岸田の、ね、発言等の件もおかしいし、広島サミットの前に、ね、誰も被害に遭わないのに突然変な不審物が置かれたりとか、その後にも駅に置かれたとかあるじゃないですか。で、皆さん聞いたことあるかもしれないですが、監視社会に向かうための布石なんじゃないかって、いうようなことも言われたり してますし、例えばですね、こういったものっていうのは、ね、それこそ憲法改正改憲からの、その警察の強化、あるいはですね、政府の強化、昔のようなね、宣伝の特攻警察とかそういったものに準じていこうとしていると、そういった話もあるんで、実際にその可能性というのは非常に高いと思うんですよ。で、これはすごくまともな人がこういうふうに言っていて、まあ、僕はここからもヒントを得たんですが、多分こういうことだと思います。この僕がお伝えした英語の、まあ、日経新聞の英訳からの日本語の文章ですけど、こういうことなんですよ。人の動きを判断して行動検知で顔認識、する、あるいは不審者を特定するとか、そういうね、不審な侵入を防ぐ探入検知機能もするっていうことなんですが、犯人かどうかわからないわけですよ。例えば別に僕でもいいですし、リスナー様でもいいんですが、しかし犯人かどうかわからない、何もしない人がですよ、警察の予想だけで逮捕されるんですよ。そういった事態が陥ると思いますよ。警察の予想だけで逮捕拘束される、その可能性が出てきます。非常にこういったことが懸念されます。基本的人権の侵害 にもなるし、そういったことなんですよ。だからどういうことを言ってるのかというと、例えば日本政府からしたら何かしら不都合に働く、まあ、人間を特定してどん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 逮捕拘束していくということもなりかねないんですよ。で これもちょっと別の時にお伝えしようかと思うんですが、 SNS の方にもそういった規制を今見せてるんでね、政府とか岸田とかが、で例えばね、こういうふうにも取れるんですよ。まあ、皆さんがあんまり、まあ、こういった話を、まあ、知ってるか知らないか、僕はちょっと知らないんですが、一部の有名なインフルエンサーで堀丸丸門とかいるじゃないですか。ほとんどの人が知っている、僕は嫌いですけど、あの男とかも言ってるんですが、聞いたことないですか、無敵の人とか、そういった表現、これなんでしょうね、無敵の人。これも多分これにつながっていくんですよ。堀丸丸門が無敵の人とか言ってるじゃないですか。今っていうのは岸田が日本国民に対して、増税増税増税を繰り返して、国民の生活がもう逼迫しているわけですよ。岸田のことをよく思ってない日本国民って非常に多くいるわけですよ。そういう人たちっていうのは無敵な人になる可能性があると言って、あ、危ないな、よし逮捕しようって、そういった流れに行く可能性ありますからね。だから怖いんですよ、こういうものっていうのは。で、こういう裏側がある。で、例えばね、全くそういうのがなかったらいいですよ。例えば安倍の件に関しても全く疑わしいところはない、あるいは岸田の件に関しても全く疑わしいことはない、ね、駅構内に なんかその置かれる不審物に関しても全くおかしいことがない、それだったらいいんですが、違うんじゃないですか。安倍の件にはおかしいことだらけ、岸田の件はおかしいことだらけ、駅構内に置かれる不審物はおかしいことだらけ、そんなおかしいことの上にこんな、ね、監視社会の AI システムを組み込もうとしてるって、何を考えてるんでしょうかっていうことで、おそらく監視社会への誘導、あるいはですね、この国民が、まあ、逮捕拘束される、そういったことに考えられると思います。だから先ほど言いましたけど、今の若者、まあ、中年もそうですね、若者中年を含めて岸田のしている政策に関して増税が厳しいなと思っている人いると思います。僕も思ってますし、まあ、リスナー様も思っていると思います。そういった人間を何かしらの形で、何もしていないんですよ。ただ心の中で思っているだけ。ただ AI がそういったものを判断して、こういった人っていうのは無敵な人になる可能性があるとかからの誤認逮捕、それにつながる可能性があるんですよ。だからこれって日本もネズミ国のように迎え出したっていうことです。これ本当に恐ろしいニュースですよ。ほとんどこういった話を聞かないかもしれないし、多分聞いても全然意味がわからないんですよ。あ、そうなのかなとかって思うんですが、深く考えていくとこういうことが裏にある可能性が十分にあるっていうことです。で、そういうのに沿った行動を今までしているっていう、まあ、政府っていうか政府の後ろに、いるものですけど、CMRA とか、あるいはですね、まあ、その世界の者たちがそういうことをしていると、そういったことを思う、ニュースでしたので、こちらをお伝えしてみました。まあ、リスナー様でしたらこの話関心持っている方いらっしゃると思うん で多分聞いていただいたら、あ、そうかなと思われる、こともあると思うん でちょっと別の機会にですね、SNS をまた非常に強化しだしたっていうこともちょっと調べたんで、そ
ちらもお伝えしていこうと思うんで、今回はこの誰も教えてくれない安倍元総理の件と岸田の発言等の件の裏の目的、それがニュースから分かった、多分こうだろうなと思うということで、何かご参考になっていただけるもの、役に立っていただけるものがあれば何よりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今回はここで終わりです。失礼いたします。